こ殴るにしろ、ブラックオーサー。小杖、臭み取りから味の調整までものすごい技術が必要ですから。俺が濃厚系ラーメンで来ると分かっててこの品をぶつけて消えがったのか。面白いじゃねえかよ、田所めぐみ。豪華な旨味味わってみろ、俺のラーメン。対戦カードは1回戦同様抽選で決まり、本日中に通達。第4試合、これまでの判定方法は審査員5名の合議によるも。一品だ、勝利。授業で彼が出した料理はお世辞にも良い品とは言えなかったわね。ぶっ潰してやる。112。どうやら完璧に仕上がっているようね。112。でも、部屋の片付けを見てください。お嬢、雪平相馬に負けたってのにご機嫌っすね。受けるけどね。負けても泣かないでくださいよ。下茹でした牛テールに塩、胡椒、小麦、そうすればデミグラスソースとなじませる頃にはゼラチン質がたっぷり溶け出す。なんだあいつ、さっきまでの勢いはどうした。油の弾ける音と匂い、うなぎの重さ、全神経をフルスロットル。火入れの最高の瞬間を逃さねえ。来い来い来い、ここだ、焼き上がれ。一日たりともリョウ君が手を抜いた日はないわ。ひとたび勝負となれば本気で神殺しにかかってくる。気に食わねえな、勝負に対する温度がねえ。ここは戦場だ、勝ち残る覚悟のないやつは嘘。論理を超えたものが宿っている。勝たなきゃ、勝たなければ。お前に負ける方が難しい。なんだと、ところがない。今ここで勝たなきゃ死ぬ。絶対的な味への集中力、身を焦がすほどに自分を燃やす闘争心。リョウ君はね、地獄のような調理場で生き抜いてきたの。勝負に対する溶岩のような執着心。今この会場にいる料理人の中で最もそれを強く備えているのはリョウ君、断言できるわ。成立しない。顔まだ死んでない。葉山明、お前からようやく勝負の温度を感じたぜ。ホクホクのマッシュポテト、豊富な持ち札を存分に注ぎ込んで。あ、お前がいくら香りのパフォーマンスで場の空気を作る、食い破るだけだ。さあ挑むは黒木場選手。味わいやがれ、うなぎのマタロウだ。うだうだ言ってねえで早く食え、サメ。あのうなぎには火薬を仕込んだ、お前を飛ばすためのとっておきの発火装置。